あの二人、服装を入れ替えた方がよっぽど。入れ替える？息子がこの手からいなくなってからずっと。何をする？まだアール王様が。皇后様が優先だ。そんな当時の皇后のもとに生まれた赤子の方が庇護を受けるということを。二人がもし取り替えられていたとしたら、何が正しいのか判断などできなかったかもしれない。だがその結果、己の息子が助かったのであれば、それはアードー妃の本望だっただろう。実にくだらない、バカバカしいくらいの妄想だ。お待ちください！リーシュ様！親元から離れた幼い娘と、もう子供を持つこともできない女性。その時、青年のような凛々しい妃の顔が母親の顔に見えた。